シュウさんとかないの今だから俺これでもちょっと自慢になっちゃいますからね。これはちょっといいよ、自慢しよう、自慢してくれ。これはまあ、いいよ自慢の話で。結構モテちゃうと思うんですけど、これ言うと、まあ言うか、じゃあ言うか、殺そうぞ本当に言うか、じゃあ、うん、言うか、早く言え。じゃあ俺ナポリ、うん、多分杉浦さんと、いや言ったかもしれないですけど、うん、実際リアルに、うん、あの、うん、転職の誘いが来たんですよ、そういえば。あ、その話したの？その話89回ぐらい聞いたもんね。まあ、言っていいよ、別に。言いたいんやったら言えよ。これは、その話していい？でもちょっと待ってください。これは、うん、まあ、会社名は伏せますけど、うん、アメリカの会社で、うん、向こうに行かな、来てやっていう話で。もう90回目だわ、これ。まあ、これがね、これを断って、今ナポリでね。某、あ、うん、某あれよね、みんなが使うよく使う、まあ、やってかもうみんな知って、日本人みんな日本人の 100% 知ってると思う、せますけど、うん、そう、うん、まあ高級と、まあね、それをやめて、嘘でしょ、ちょっと俺、うん、ちょっと悩まってくるんで、ちょっと、これがね、結局嘘なんよな、その話は。証拠ないもんだって、証拠が、これが、まあ、証拠がない、週3じゃなきゃダメですみたいに言われて、で言ってほしかったな、言われましてね、そういう、嘘やろありました、ね、アメリカのなんかあれでしょ、なんか、まあ、ビスケット社みたいな、すごいちっちゃいところおもちゃの会社みたいな、そうそうそう、6人ぐらいしかいないおっさん6人ぐらい、だからそこをナポリをやるからって言って断ったっていう話やな。あ、まあ、嘘つけ。まあそうですね。ナポリやるからまで、絶対ビスケット社行ってたでしょ。ビスケット社いかんわ。え、なんで、て、でもなんで断ったの、そのビスケット社を。ビスケット社やっぱでもね、ナポリや、俺は。本当に、本当本当。本当に、じゃあまた誘いの日、また誘いの日はどうする。いや、断ると思いますよ。本当に、え、でもさ、そもそもビスケット社行って何をするの。いや、なんかね、まあ結構あれ、ウェハースとかやった、そうウェハース詳しいんで言ってみたらね、うん、例えるなら、ウェハース役みたいな話です。